改めまして、平尾剛さんと今日はトークを進めさせていただきます。よろしくお願いします。今お話にもありましたけど、神戸製鋼コベルコスティーラーズの、はい、レギュラーの選手でいらっしゃって、当時、日本一に何度かなられていますね。そうですね、2回ほど現役の時にはなっています。はい、そのうちの1回がそのトップリーグという、はい、日本全国のまとめて初めて行われた。あ、そうですね。ラグビーご覧になって、あ、聞いてみましょう。ラグビーご覧になったことある方、ある方おられますか。あ、じゃあ話が早い。まあまあ、私ぐらいで見たことないの。ラグビーそちらは多分見られてないので。そうですね。はい、あのね、僕らのやってた時はちょっと過渡期でして、日本で一つのリーグ、今トップリーグっていうラグビーをやってるんですけれども、それのちょうど移行期でして、それまでは関西リーグがあって、関東リーグもあって、九州のリーグもあって、それぞれ上位が集まってきてやってたんですけども、それではいけないということで、日本で一つ大きなリーグができようとしたとして、もうまたいでるんですよ、リーグ。で、その前の、古い時代の時に日本一になってて、はい、トップリーグ元年は神戸製鋼が優勝してるんです、2003年で。その時のメンバーだっていう話ですね。それが神戸製鋼は最後の優勝。そうなんですね。12年ですよね。あ、なるほど。かなり低迷してて、去年それに気づいてね、まあ、私なんか原稿書くときに調べたら、本当にもう東芝、まあ、現パナソニックですけども、三洋、はい、サントリーばっかり繰り返してて、4強ちゃうやんと思ってね。4強って言われてるんですね。4強って言われてるんですよ、神戸製鋼も含めて今言ったチームで、ね。はい、4強って言ってええんかなって思ってね。はい、まあ、決勝までは行ってるけれども勝ちきれてないので、という状態。勝ちきれていた神戸のラストチャンピオンですね。そうですね。で、ワールドカップにもお出になられていると。っていうで、今はですね、あの神戸神話女子大学というところでジュニアスポーツ教育学科で教鞭を取られていらっしゃいます。ということでですね、さっきも言いましたけど、私付き合っても付き合ってはないですよ。いや、付き合ってました。そう言ったらダメじゃないですか。そうですね、動画も入ってるのに。あの、友達付き合いをして4年になるんですけど、今本当にね、いまだにラグビー何人かよく分からなくて、多分13か15なんですよ、ね、キスっていうのは記憶されてるで、11はサッカーなんですよ。あ、サッカーより多かった、ね、野球は9、はい、17っていうのもいなかったはず。13か15なので、多分13は不吉だから15、そういう理由ですね。当たり、まあ、そう、15人です。ラグビー、まあ、関西ではね、本当によく見られるということなんですけれども、うん、あの、どういうラグビーされた経験がある方っていらっしゃいます？おお、おお、そうですね。ラグビーってどういうスポーツかって、ちょっと私が全くイメージわかんないので教えていただきたいです。そうですね、ラグビー、まあ、ぶつかり合いが許されている球技なんですけども、全くご覧になられてない方がイメージするのであれば、まあ、陣取りゲームなんです。ボールを、はい、パスしてもいいし、はい、相手にぶつかってもいいし、とにかく相手の陣地の奥にまでボールをつないで運んでいって、地面にボールをついたら得点が入ります。はい、めちゃめちゃシンプルですね。シンプルなんですよ。はい、で、その中で、まあ、いろいろ制約がありまして、はい、これが面白いんですけどね、パス前にできないんですよ。めちゃめちゃ複雑ですね。前に陣地を稼がなきゃいけないんですよ。はい、それやったら前で待ってる人にこうパス投げたらいいんですよ。うんうんうん、これが禁止されてるんですよ。サッカーもそうですね。だから前に立ってて、オフサイドにならない位置に立ってて、ボールを蹴ってこうすれば、まあ、大幅に陣地を稼げるわけですよ。はい、それができないんですよ。どうイメージ湧きます？全然。真横か後ろにパスしながら前に。じゃあ、あの、前はパスできないから守って走って前に。そうですね。こういうのはあり、あ、横はそっか、いいのか、そう、真横は OK なんですよ。だからちょっとね、うんうん、まあ、なんていうんですか、矛盾を払ったスポーツというか、前提にしてるスポーツというか、うん、まあ、それがやってたら面白いですよね。で、この走、タックルっていうのは走ってる人を、うん、もう体で潰して止める。で、そうですね。で、うん、で、それをディフェンス側はどう阻止するかというと、はい、もう ぶつかり合い OK です。うん、まあ、基本的にタックル、はい、もう、なんていうか、まあ、手なしで思いっきり肩でぶつかったりして止めるのはなしですけれども、要するに両手でしっかり、走ってきた相手をタックルして、はい、まあ、倒す。
あのアメフトってヘルメットしてこういうのしてますよね。ラグビーはしてない、なし、何にもなしで、ね、体と体で、はい、折れることもあるよね。はい、折れることも怪我も多いですね、うんうん。ただまあ、はい、一説というかまあまあ言われているのはアメリカンフットボールの方が大きな怪我が多いって言われてます、うん、っていうのはあのヘルメットつけてるし、はい、思い切って入るし、あとタックルの仕方がちょっとマニアックになるけど微妙に違うんですよね。相手の走ってる方に頭を入れるみたいなとかね。生身と生身だったらまあなんかね、やっぱり受け身とか入り方のコツとかをやりながら身につけているんだと思うんですよね。それでいやいやしてって、うん、でディフェンスがアタックするじゃん、うん、アタック側はもう地面に倒れるとボールを地面に置かないといけないので、はい、まあ、そこでまた奪い合いをすると、うん、結局その、まあ、ものすごく端折って言えばですね、はい、そういう連続なんですよ。ディフェンス側は当選棒して陣地を稼がせないようにする、はい、でそれを止めるときにはタックルする、うん、で攻める方はもうとにかくぶつかってもいいし、パスしてもいいし、うん、でやり合いをするんですよ。見たことがあるシーンで、そのね、スクラム組んでバーってやってるのは、あれはどういう時に？あれはですね、まあ、反則が起こった時にプレーを再開するんですよね、はい、ラグビーってボールを前に落としてもいけないので、大事に扱って陣地を稼げということなんですよ。大事にしてないな。そう、前にポロッと落としてたんですよ。あ、そうですね。で、それ前にポロッと落としてしまうと、まあ反則ですから、あの敵ボールになるんですけど、うん、プレーをもう一回始めないといけないんですよね、はいはい、その時にスクラム組んでるんですよ。多分まあラグビー知らない方でも多分スクラムっていうのはイメージ湧くと思うんですけど、うん、8人がこうガッと8人ずつ8人ずつです。トータル8人じゃなくて16人そうですよ、ね、でかいくてちょっと汗臭そうな人たちそうですよ。ああ、そうなんですね。そうですよ。だから夏にやんないのかな。臭いから甘い、ね、臭いからじゃないです。臭いからじゃない。あのね、あんなしんどいスポーツ夏できませんそうなんだよね、はい、これこう真ん中にこう1個置いて、うん、ガッシャーって8人て。そうですね、ったり、8人は前3人がしっかり、うん、組み合って、はい、でその下に、2人、うーん、で2人はしっかり肩組んでですね、はい、手を股の下から入れて、はあ、前の人のジャージのお腹のあたりをでしっかりお尻のあたりを押すんですよ。5人が3人、はあ、で後ろに、まあ、サイドに2人ついて一番後ろにつくっていう、まあ、そんなイメージを持ってもらっていいと思うんですけど。そんな有機体になってたんですね。そうですよ。偉、まあ、そうに言ってるけど僕一回もスクラム組んだことないですよ、ね、ラグビーやってたの。そう、あのラグビーって面白いのはポジションバラバラなんですよね、うん、役割が、はい、で大きく分けると、うん、今言った8人ね、フォワード、うん、スクラムを組む8人っていうのはフォワードって呼ばれます、はい、多分皆さんがイメージしているうん、こう作って、全部大きくて、うんうん、中にはこうあの横にこう、はい、あってですね、うんうん、ぶつかり合いを得意とする、はい、役割とするフォワードというポジションがあります、はい、それが8人って、はい、うん、じゃあ残りの7人は何してるかっていうと、それを一生懸命本当にこう、うん、あの泥にまみれてですね、うん、もう汗をこう言ったらこうお互いにこう混じり合いながら組んでるスクラムの後ろで涼しそうに立って、うん、ボール出るのを待ってて来たらサッと走るプレーそうなんだ。まあそこまであれですけど、うん、要するにこう後ろに立ってて、はい、あとはぶつかるというよりも足が速かったりとか、ステップを細かく踏んで相手をかわしたりとか、うん、そういうふうなプレーが、うん、まあ役割であったり得意であるプレーが7人いるんです。これバックスっていうんですよ、うん、じゃあバックス、バックスやったので申し訳ないと思う気持ちで後ろに立ってて、キーパーはいない、キーパーいない、サッカーです。8人フォワード7人バックス。点を入れるのはどっちも、あの、ね、基本的にはだあの誰でも点入れることができますけども、うん、やっぱりその後ろで、はい、足の速い、うん、バックスの中でも特にウイングで、ライン際にいてですね、はい、ボールが回ってくる、 それがあのライン際をバーッと走るっていうプレーが一番まあラグビーうん、得点シーンのよく見られる、うん、後ろからわーっと走り込んで、ヒロさんは足が速い、はい、まあ、そこをやらせていただいてました。だからこうラグビーしてるのにガタイガタ、同じのフォワードじゃないからなんですね。そうですね。あとそのラグビーでよく見るのが、こうそこうやってサイドから投げれるときに、なんか3、8、6、10みたいな、こうなんかあの、はい、でソロ版のなんとかみたいな、なんか願いましてはみたいな、なんだかあれとかみたいなのがあるんですけど、あれはラインアウトですよね。ラインアウトっていうのは、うん、サッカーで言えばスローインです、うん、ボールがグラウンドの外に出て、出るとまたプレー再開しないといけない、
ので、うんまあ、サッカーやったら普通に自分の味方の方に攻撃するし、ラグビーっていうのはそうじゃなくてラインアウトっていうプレーをするんですけど、うんはい、そのフォワードが、まあ、5人並ぶ、7人や7人並んで、うん、並ぶんですよね。あで必ずボールはそのタッチラインに対して垂直にまっすぐ投げないといけないんです。え、そうなの？味方の方に投げたらダメなんです。で1メートル離れて並んでるところにまっすぐ投げ入れてお互いが取り合うんですけど、まあイーブンですよね。上そうですよね、取り合う前ではちゃんとイーブン状態を作れっていうことなんですけど、ただ投げれる側はどんなボールを投げるかは投げ手によりますよね。速い球であるとか遠くに投げるとか、どんなボール、なるほど、手前に近く速く投げるとか、そのサインを言ってるんですよ、味方に。2番目にこう例えばちょっと手前の 2人目に投げるぞっていうサインを3862とかって言って、まあ、各チームでもちろん決め事なんですけど、うんうんうん、あ、そういうことなんですね。でそれに合わせてタイミングで飛ぶということですね。イメージで言うと意外とバスケに、なんかバスケもこれね、真ん中に上げてお互いパンから始まったり、あ、ジャンプボールですか、そのね、あのバスケもこうセンター、あ、でも全員動くからやっぱり違うのかな。今でももうジャンプボール多分ね、やらないですよ、バスケ最初以外は。ああ、そうなんですか、うん、じゃあ何にも似てないスポーツそうです ね、何にも似てないスポーツ、うん、そのでここまでの話で分かったか分からないかなんですけど、うん、ヒロさん、私あの世界で一番のナイスガイって言ってるんですけども、これがひょっとしたらラグビーをやってきたからナイスガイになるのかなっていうのは一つ今日伺いたかったんですね。例えばラグビーってエリーってなんかみんなでも世界一のナイスガイってあーって言わなかったら大してそう思ってないやつ、ね、ちょっとどうしようかな、ね、すごい空気作ってくれはったなと思ったんですけど、でもとりあえずだからラグビー紳士のスポーツでしょ、でエリー好きでしょ、でワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンとかって言ってノーサイド精神とかがあるでしょ、うんうん、なんかでここは全部お分かりですかね。そうですね、うん、まあまあ多分まあそういうふうに言われてもなかなか答えにくいんですけど、うんうん、やっぱり、まあ、僕中学1年生から、まあ、31まで19年やってきたんですね、うん、でずっとやってきて、やっぱやってる時っていうのは本当に勝つことに必死だったり、自分のプレーをこうなんていうのかな、そのレベルアップを入れて、じゃああの時の経験こういう風な、考え方でやって説明できるなとか、ようやく今ちょこちょこ言葉になってきてる段階だなと思ってるんですよ。だから実際ラグビーが僕にどんなことをもたらしたのかってまだ全然言えなくて、ただねやっぱりその何かしらの影響は受けてて、でラグビーの面白いところっていうのは、うん、今さっきノーサイドの精神、はい、試合終了をね、終了って言わずにノーサイドって言うんですよ、うん、サイドがなくなる、うん、もっとぶっちゃけ言うと、もう試合終わったんやったから敵味方なしやと、いらんことをこれ以上言うとあかんというような取り決めやっていうふうに僕は思ってるんですよ、うんうん、だから終わってからあの慣習的にそのちょっとこうお酒飲みながらとか、うん、軽食取りながらっていう、そういうアフターマッチファンクションっていうのがチームでじゃなくて敵と味方と一緒に集まって、そういうちょっと場所が用意してあるんですか、試合、ね、スタジアムの中の会議室の一室とかでやるんですよ、うん、であと定期戦なんかは、はい、まあ、なんかでは必ずそういうものがあって、うん、そこまでが試合でセットなんですよね。へえ、あの、はい、そこでお前さっきのなんとかっていうような殴り合いになったりとかもしない、それが一番やっちゃあかんことなんですよ、うん、っていう風な、まあ、スポーツでね。だから東京にある秩父宮ラグビー場っていうラグビー専用の球場があるんですけど、お風呂一つなんですよ。ということは試合終わって着替えて、ロッカールームに戻って、まあ、バスタオルとかシャンプーとか持っていくじゃないですか、はい、そこで敵味方一緒にシャワーみたいな風呂入ってます。もうわざとそういう作りにして、はい、そうですラグビー専用のあれは球場ですから。いいですね、ラガーマン、うん、だからそのあれですよ、敵からシャンプー借りたりとかするんですよ。本当にありません、ね、普通に、あ、忘れたと思って、うん、ちょっとすいません、貸してもらえませんとか言ったり、まあ、大学時代の後輩が言ってたら、はいはい、ちょっと貸してとか、負けてるから、なんか悔しいけども、でもちょっと先輩し偉そうに言わない、お貸してとか言うたりとかね、まあ、そういうやり取りがあるんですよ。そうなんだね。いいですね、なんかこう、試合が終わっても人生は続くっていうか、まあ、ラグビーは続くような感じ。いや、多分ね、あれは、あの、ぶつかり合いが、
認められてるスポーツやから残りやすいじゃないですか、はい、やっぱりもう実際痛み感じてないやね、うん、試合中は思うんですよ、絶対手こましたろとかって思うわけですよもう私が聞いたことがない関西メガネに手こます、もうどこで何をするのかよくわかんないそれぐらいカーッと高ぶってるわけですから、うん、まあ、それを引きずらないための多分先人の知恵です、ラグビーというルールを作った人たち、まあ、いてこますのはないすいません、ちょっと言葉が、はい、申し訳ない。痛いんですか、そのやっぱり試合。痛いです。バックスはそんな、あ、でもタックルはいやいや、そう、もうディフェンスはするし、ぶつかり合いが、主な、役割ではないにしろ、はい、ぶつかり合いはどのポジションでもあるし、タックルは全員しないといけないし、あるいはボール持ってもうどうしようもない時とかっていうのは、いくらはあの後ろにいてて足が速くて素晴らしっこくても、人に対してバンと当たりに行かないといけない、必ずいけない、はい、当たりに行かなきゃいけない、いけません、いけません、はい、なんかね、今こう若い子は喧嘩をしたことがなくって手加減が分かんないというか、とりあえずラグビーしてみなさいっていうのがあるかもしれないですね。でも怪我もまあ、怪我は多い、僕はね、多い方だと思います。だから多分振り返ると体の使い方が多分下手なんですよ。じゃあちょっと振り返ってみましょう。あの平尾さんですね、生まれたのが1975年、はい、それ随分かしこまりますけど、ちょうど今40歳だ。そうです、はい、ちょうど40歳になりました、はい、寝屋川に生まれになって、ごめん、私がどこかさっぱり分かってます、はい、寝屋川に生まれて枚方で育、はい、お育ちになられました、はい、もうどこがどこだか分かってません、はい、やっぱり小学校の頃から、まあ、スポーツ万能で、あの運動会でもリレーのアンカーで花形っていうですよ ね、 すね、気がついたら足も速かったし、スポーツ万能だったと。親父がね、はい、星一徹みたいな人だったんですよ。ガーってちゃぶ台ひっくり返す。ちゃぶ台はひっくり返したことか、それ母に聞いてみないと分かりませんが、あのね、キャッチボールをこう幼稚園入る前からさせられてたらしいです、はい、覚えてないですか、うん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 、しかも柔らかいボールじゃなくて、結構子供にとって硬いボールを、お前目つぶるなとかって投げられてたらしいんです母が言わく、で幼稚園になっても小学校入っても、小学校の時なんかは低学年でなのに休みの日になったらキャッチボールさせられるんですけど、使ってたボール高級ですよ、さすがに親父も危ないと思ったんで、何でか知らないけどキャッチャーのミットが置いてあって、それかぶれとかぶれ取れっていう、嫌で嫌で仕方なかったんです。こっちは買えないのね、高級はね、はあ、で目をつぶるなって言って、つぶりますやん、つぶりますね、うん、っていうことはね、ちょっとありました。お父さんはもっと高校球児とか。いや全然そんな人なんですけど、あ、そうなんですけど、ね、本人は、うん、あの野球がしたかったけどな、まあいろんな理由でできなかったと、だからまあじゃないかと思ってるんですけどね、うん、平尾さん特に野球はされずに、あの、いやでも小学校の時に1年間リトルリーグに入りました。あ、本当に、はい、うん、どうでした？3年生の時に1年で辞めました。ですね、1年間3年生の時にやった、はい、はい、嫌やったですね、うん、いじめられましたしね、思い出した、あ、あ思い出した、あのね、大体、うん、そのリトルリーグ入って、うん、その各学年でそのなんていうかね、そのリーダー格っていうか、はい、まあ、はい、まあ、1年生が入ってるんですよ、うん、今3年は横から入ってる、うんうん、で、入ってすぐピッチャーの練習やらされたんですよ。ピッチャーって花形でしょ。あ、はい、まあ、球も速かったんで、うん、高級ずっとやってます。多分それに、それをよく思わない、うん、ある時こうノックでね、こうコーチの球をこう受けて、並んでるじゃないですか、はい、で、ノック受けて、もともとで、後ろにボールを反らしたんですよ、はい、な、ちょうど小学校のグラウンドから出ていったんで、うん、グローブを置いて、フェンス乗り越えて出ていって戻ってきて、うん、グローブないんですよ、あれと思ったら、どぶり捨てられてました、うわぁうわぁと思って、あ、俺これいじめられてるんやと思って、うん、まあ、それが芸人辞めたんちゃうんですけど、もう面白ないなぁと思って。面白くないことは本当に続かない人なんですよね。そうですね、とにかく怒られてばっかりやったからね、うん、あのノック受けようが、キャッチボールしようが、はい、うん、面白ないな。でも自分でやりたいって入ったから1年間我慢したんですけど、1年後には、うん、あの必死に辞めさせてくれ、まあ辞めさせてくれって上にアピールしてたらしいです。僕覚えてたんですよね、辞めるのに必死だったからっていうことはありました。嫌だったんですね、嫌でした、
ヒロムさん、その後あの、まあ、同志社の中高に行かれるんですけど、それラグビーをやるためではなくって、普通に私学の受験、頭いい子だったんですよ。知ってるんですか、僕の中学時代を。え、そんな、ね、ちゃんとね、あれしてね、中学受験普通にしたらたまたま同志社で一番楽したんですよね。はい、いや、まあ、で、はい、バスケ部に入ったらもうなんかチャラチャラしてて全然練習しないしって、で半年後に友達がやってるからさ、あの中学入ると全校身体測定みたいなのがあるじゃないですか。やっぱ抜群の成績なんで、もう各チームからスカウトに来る。でもなんかどうしようかなと思ってて、友達が誘ったのでラグビー初めてやってみると、半年後に入ったのでもう遅れて入ってるんですよね、はい、もうきちっと覚えていただいてすみません。そうなんです、あの、小学校の時はまあ 5年生6年生バスケットをしてたので、まあ、中学で漠然とバスケットしようかなと思って、うん、で中学入ってすぐの体力測定の時に足が速かったので6秒、ね、2ぐらい速い走ったんですよ、中1 で。それを聞きつけた各クラブの先生が、うん、ちょっとうち入れへんかと言われてたんだけども、うんうん、やっぱりなんとなく自分がずっと小学校の時やったバスケットやりたいからバスケ部入ったんですよ、うん、バスケ部からそんな勧誘なかったんですけど、あ、まあやりたいスポーツをやったんですが、うんうん、そのバスケ部があまり真面目ではなかった、うんうん、あの、ある日練習行ったら、今日はキャプテンとね、が今日はちょっと3年生はビリヤード行くから練習中止とか言うわけですよ。何、うんうん、やねんとか思って、まっすぐですもんね、平尾さんね、許せないですよ、ね、やっぱり一生懸命やりたいじゃないですか、うん、入ったばっかですよ、うん、中1でね、うんうん、で、何やねんと思って、うん、で、1年生同士、もう5人ぐらい少なかったんですけど、5人だけでも練習しようと思って体育館行って練習をするんですけど、うんうん、中高付属で一面を半々で、こっち高校生で、うん、こっち中学生使ってるんですよ、うん、入ったばかりの中1がこっちでシュート練習してても、お、中学練習のやったらどけって高校にどかされるんですよ、うん、まあ、練習できないっていうことになって、うん、もんもんと、いてこますこともできないですね、怖いです、中学生からいた高校生は、うん、で、結局練習することもできずに、うん、で、半年もんもんとしてて、でもうそのうちなんか3年生麻雀するからよく練習を休むみたいなことになってきてて、うん、もう嫌やと思ってやめたんですよ、ね、だから半年遅れで、うん、まあ半年遅れとかやめて、うん、でフラフラしてる時にたまたま友達がラグビー部多かったので、うん、ちょっとウイングオーラの学年そういえばオーラーし一回来てみるかとか言われた体験入部がきっかけで、そこから19年ですかね、うん、たまたま本当にね、たまたまです、でその間も別に順風満帆ではなくって、高1の時にはちょっと引きこもりみたいになって、夏休みに ね、 覚えてはりますね、うん、あの、なんかもうすごい高校なんて花園ですっけ、一番有名なのは、はい、高校全国大会は花園ですね、で1年生でその登録できるもうしてもいいんじゃない、まあ、目かけられて僕しゃべりましょうか、分かりにくいと思いますよ、はい、あの、うん、高校の時はね、あの、まあ、中学の時は僕らの代はまあなかなか強くて、関西近畿入賞して、でそのメンバーで高校、まあ付属やから上がっただけなんですけど、高1の時に入って、なんかね、燃え尽きてはないんですけど、中3の時にあれ一悶着あったんですよ、あの部員、顧問の先生と、これ多分言ってないと思うんですけど、顧問の先生がそういう押し付けがましい、いや顧問の先生の理不尽さに耐えられなくなって、ああ、まっすぐだ、うん、で学年で話して、うん、全員で退部届突きつけたんですよ、おそう、うん、ちゃんと主導した、ただ、うん、やっぱその辺はまだ中3やし出しながらビビってるんですよね、ほんで先生も偉いもんで、ほんならちょっと話し合いやって、僕らのこんなギラギラした目の前に立ってくれはって、うんうん、なんかあの言いたいなことあれだ言えや言われて、誰も言えないです一人だけやっぱ血気盛んなんですよ、そう、先生、うん、あれは間違ってる、うん、でそこはわっと話したんだけど、うん、意外と話聞いてくれはった先生で、結局誰もや、あ、2,3 人辞めたかな、でほとんど辞めずにこうこうやってやったんで、うん、だけどなんかそういうことがあったんで、もうなんかね、高1の夏がし、夏ぐらいまではもう、うん、本当引きこもり状態で言ってたり、うん、練習も休みがちになって、それで選手登録されなかったんですよね、そうなんですよ、高1の時はね、多分選手はあの監督が使いたかったと思うんですけど、今から思えば、うん、でもそうされなかったその年だけ花園に行きそびれたんですよね、はい、行きこもってなければ入ってたそうです、なんかね面白くて意外、ね、あの
私は例えば勉強だとそんなにもともとガンでできたわけじゃないから頑張って頑張って頑張っていくともガツガツしてるんですけど、スポーツとかも気がついたら6秒で走ったりとかするので、こう努力はしてるんだけども火がつくのが異常に遅いんですね。で大学時代にですね、日本代表に、まあ、招聘されていますね。はい、代表候補です。代表候補合宿というのがあって、もっと言うと日本代表、将来的に日本代表になりそうな人、結構たくさんこう、デベロップメントスコットっていうのがあって、はい、結構、ね、100人以上だから日本全国で、まあ、伸びそうな、全国1年の時でしたっけ、2年、2年生ですね、確か呼ばれた合宿に1回行って、とにかく走らされるだけやったんですよ、神戸製鋼の、ロビーの方がコーチされてたんですけど、はい、僕が回ってますんで、言わない、はい、とにかくね、あんまりラグビー教えてもらわなかったし、まあ一言で面白なかったんですよ。あ、来た、走り、いや、走り回らされてるだけなんで、その割と根性みたいな感じの繰り返して、おもんないこと繰り返してスポーツ、それが大事って言われるんですけど、もうちょっとその大事さを説明してほしいじゃないですか、大学生やったら、そうですね、でそれで2回目から合宿行かなくなって辞退して辞退しちゃったらしいんですよ、もうおもんないからって。ただね、これね、すごくね、多分ね、あんまりニュアンスされにくいなと思うのは、結構ラグビーってね、辞退する選手多いんですよ。サッカーなんかありえないでしょ。ありえないですよね。多分ありえないと思うんですけど、なんかね、やっぱ自分のチームを大切にするというか、なんかそういうね、土壌っていうかね、良くないんですよ。良くないんだけど、でもそこら辺が紳士だなと今聞いてて思ったんですけどね。あの同志社の大学はまあ強いんですよね。今はもう低迷中なんですよね。で、あの聞いたらね、関西リーグで8年優勝してないんですよ、どうしちゃって。で、まあ、多分分かる人だったら分かると思うんですけど、ね、もう日本一どころの騒ぎじゃなくて、関西では勝てなくなってて、僕らの時は関西で優勝、まあ準優勝、絡んで当たり前の時代だったんですけどね。まあ、そう、その頃の、あの伺ったら、こうすっごいプロの人がわーっていう指導をしたのではなくて、むしろ生徒で学生たちに考えさせる指導だった。あのアマチュアの人が指導されてたんですよね。そうですよ、で当時プロコーチなんかもなかったですからね、基本的にはその OB が指導に当たるっていうのが基本スタイル で、特に僕の時はまだ岡仁志さんっていうあの、名監督がおられましたので、その方は基本もう基本教えないです。教えない。あの選択肢だけをもう永遠に並べ立てるっていうか。具体的にどんな感じですか。あのね、当時はね、当時そのこと分からなくて、まどろっこしいことを言うお母さんってまどろっこしいこと言うなって、僕の中でおかちんって言ってたんですよ。おかちんが、練習中にちょっと待ってくれって入ってくるわけですよ、試合形式の練習とかしてると。なら、今のプレーはねって語り出すんですよ、今のプレーはこうでって、もしパスが今のつながってなかったら多分こんな風な状況になってただろう、もっと前に遡ったら、お前今の時なんでそのボール取らへんかったんや、取ってたらこうこんな風になってたやろうって、もっと言うとそこでキックしてたらそこに立ってたらあかんやろみたいなことを永遠に言うんですよ。もしって言って、冬場の寒い時期ですけども、10分、15分、もう20分くらい喋って、はい、じゃあ次行こうって言うから、僕らとしては何がいいのか、友達っていうふうにずっと思ってたんですよ。指導はこうすべきとは言わない。こうせい、あせいじゃないんですよ。へぇ、こんなふうなことも考えられないか、あんなふうなことも考えられないか、そしたら自分はどう動くんやみたいなことをわーっと言って、またいつもの定位置には小高いちょっと戻っていかないんですけど、冬場でしょ、もう体冷えでしょ、勝ちまた来たわっていう感じやったんですけどね。それがちょうど引退するときに、引退の挨拶に行ったときに、それがね、分かったのは、もう喜んでくれはって、4時間ぐらいは喋って、昼飯食いながら2時間、ガストで。ガストで、もうちょっと家帰って、コーヒーでも飲んでいけ、近い、そこから近いのとまた車に戻って、2時間ぐらい、うわー、長いな、岡先生。で、そのときに、そっと言わはったのは、いや、やっぱラグビーっていうのはな、考えるから面白い。
考える楽しみをな、これ学生から奪ったらあかんのだよって一言言ったんですよ。もう忘れもしないんですよ。その時にわっって思ったんですよ。遅いっすよ、なめたってんねん遅い、当時は何も気づかへんかった。もう勝ち負けた言ってた、ね、あのケツの青いガキがですよ引退の挨拶行った時に初めてわーって思って、で、あ、だから僕こう今の僕はあるんや。プロに、まあ、学生時代からですよね、怪我最初の大きな怪我を上げていくと、それだけであと1時間はあるかなと思います。親指がね、最初にあの大学3年の時ですね、やっとあの B チームで、あの次 A チームになるっていう試合で親指を骨折したんだけど、それは気づいていて、気づかずにから試合終了までやって、次 A チームのに出て、その後病院に行ったのが親指の付け根の、大学1年生の時で、1年生の時あのボルトが入ってるのが今もそのまま入ってます。ここにも入ってるし、ここに右腕にも入ってるし、肩にも入ってるし、金属がはい、したのかな、まあ、抜かなくてもいいと医者には言われたんですけどね。怪我を、まあ、当然怪我ですよね、怪我して、だから空港とかピッてなりません。ならないんだ。これも多分200回ぐらい今までかかりました。もういろんな人に聞かれて、なりません。すいません、ならない、ならないそうです。はい、いいことが分かりましたね。ですね、あのその怪我とかまで立ち止まって、そのために体の使い方なんだろうとかって考えるんですけど、ちょっと手前で、あの火がつくのが遅いって言いましたけど、ラグビーを本当に、まあ、やりたいというか日本代表に入りたいって思ってたのが社会人になってから、ちょっと雑に言いましたけど、大学を卒業するときに、まあ、もう引く手余ったね、いっぱいあのいろんなチームからあのスカウトが来て、でその中でですね、ひろさんが選ばれたのが、京都、三菱自動、なんか NEC、トヨタ、三菱自動車京都、神戸製鋼、ヤマハから来て、はい、この中で三菱自動車京都を選ばれてるんですよ。あのそんな強くはない、そうですね、当時関西リーグっていうのがあって、それの、はい、まあ、下位の方が、8チームあったら、まあ、下の方のチームでしたけども、伺ったらこう理由は、あのまあ、そんなラグビー選手として続かない。あ、そうですね、僕線細かったので、まあ、足は速かったし、あのまあ、ちょっと通用しないっていう部分もあったんですけど、まあ、仕事をね、やっぱりきちんとしたいと思ったので、まあ、ラグビー一辺倒よりも、まあ、仕事しながら、でもやスパッとやめることもできないので、まあ、仕事しながらラグビーができる、まあ、三菱自動車協会ときちっと定時で働いてもらうし、あのっていうような条件というか、まあ当たり前ですけども、本当に就職したっていう感じなんですね。で、はい、でこの1年目に日本代表に、そうですね、招聘されて、そうですね、その時で、三菱入ってすぐに、日本代表に準じるチーム、日本代表 A っていうのがあるんですよ、A やけども、まあ、代表よりも下のチーム、そのメンバーに入ってニュージーランド遠征をして、でそこから代表候補にも呼ばれるようになって、その時に初めてその日本代表のメンバーと一緒に、ね、練習したんですよ。今までやってたら何やろっていうぐらいスピードが違ったんですよ。そんなに違うの、はい、当時は本木さんとか吉田明さんとか、多分ご存知の方だったらあれですけど、スタンドオフ広瀬さんですよ、ウィンガーマスオさんとか、いたんですよね、あ、まあ、あの、アンガス、マコーミック、今泉さんもまだいた、多分わからないと思いますけどでも、あの会社の方がうーんって言ってはるんで、でそのライン、バックスのラインで入ってやらせてもらった時に追いつかないんですよね。でそれは 100m 走って僕の方が断然速いんですけど、あの走り出しのタイミング、こうワンテンポ遅れたらもうラインのスピードについていけないんですよ。何やこれと思って、全く別次元のラグビーに出会って、そこで火ついたんですよ。遅いっすね、遅いっすね、よく考えたら23で火がついた、うん、こんなんなんだ、やっぱもちろん見てる感じではないし、やってみて初めて分かるんでね、で、ちょっとやりたいなっていう話になって、1年間とはいえ自分が選んだ道なので、まあ、合宿に行ってはそういう経験して戻ってきて、
で自分のチームでやっぱり物足りないんですけど、まあでも代表でやってる練習メニューとか持ってきて、三菱を強くしようと、要するにこう自分が強くしようと、それも全部メモしたりこう資料持って帰ってきたんだけども、やっぱなかなかこのあたり難しいのは三菱の当時の監督さんとの考え方ってやっぱりその代表のそのなんていうんですか、やろうとしてることが合わなくて、こっちはもう早いんですよ。でまあそんなことでもまあちょっとこうなもうもやもやっとしてるものもありましてですね、で1年間終わった後に神戸に移籍します。その時あのヒゲの方の平尾誠二さんが、そうですね、何回も熱心に、いや、ポッポンとポツンと電話があったんですよ。平尾さんがすごいのはね、あの実際神戸聖光からも実際4年生に誘われてるんですよ、うんうんうん、で最終的に神戸が水口が迷ったんですよ、うん、迷って、うん、ずっとその話にも本当にこう付き合ってくれてね、うん、けど水口なんだから一回振ってるわけですよ、はい、無礼なやつなわけですよ。それがね、うん、1年後にある時ふっと電話が、うん、最近元気かって電話がかかってくる、来た、うん、で元気なわけもやもやしてるから、うん、元気じゃないので。平尾選手だってものすごい人なんですよね、もう当時すでに。いや、そうですよ、そら、そうなんです、ね、当時、今もです。あ、今もです、今ももちろん、はい、はい、うん、平尾さん中高大社会人すべて日本一になった選手ですよ、多分そういないですよ。へえ、うん、でそのしか電話って、うん、いや、そう言われたら、なんかもう、なんでこのタイミング、うん、見透かされてんちゃうと、これカメラついてんのかなって、うん、思うぐらいのタイミングで言われたから、実はって言っちゃった、うんうんうん、ほんなら、お、わかった、今からじゃあ新幹線乗って、来週、いや、今からじゃない、来週新幹線乗ってちょ、あの神戸来いよ、飯食うぞ、うん、今日行きますからね、うん、仕事終わるの何時やと言われて、うん、5時半終わって、6時ぐらいには出れます、新幹線乗ったらすぐ来れるから、すぐ来いよって、うん、で、今やったら取れるって言われて、うん、ね、それで行かないわけにいかないでしょ。でね、これでね、実はラグビーで日本移籍したの、日本第1号なんです。多分ね、第1号で移籍する、そのそんな無礼者いなかったんですよ。なんだって、だから企業移るってことやから、スポーツ新聞にもそのラグビーで移籍っていうので、まあ、割とスキャンダルな扱いですね。そうです、なんやねんっていう感じでしたよ。で1年間は移籍を試合に、そのオーナーリング戦に当てれないというペナルティーが、踏まえた上でなんですけどね、うん、だから、まあ、あんまりこう大きな声で言えたことじゃなくて、それは、神戸と三菱って仕事でのその付き合いもあったから、その関係部署の方は頭を下げてもらってて、それこそあの萩本さんっていう、あの同社の神戸専門の OB ってね、はい、あの僕もお世話になってる方なんですけど、うん、その方が、まあ、の職場がね、うん、仕事の、うん、まあ、ずっと関係があったから、うん、頭下げさせてしまって、で僕辞める時も1ヶ月間三菱 の, そのお世話になった人、うん、だって僕がそんな1年で辞めたら後輩が三菱に来れないってなったら、もうえらいことすることになるじゃないですか。 それ日本でよく言いますよね、はい、だから1ヶ月間謝り倒しましたよ、うん、ちょっと関係で所属してる関係、所属長と三菱自動車京都の副所長と所長と、うんうんうん、なかなか会ってくれないですよ。電話しても、だから昼休みにどうしても5分時間くださいって、それは絶対入ってますよね、ラグビー部長に先に言ってるわけだから言って、すみませんみたいなって、うん、で幸いなことに後輩が言ってるから、うん、あ、よかったですね、それはホッとしたんですけど、うん、だからこうやって移籍第一号って言えるようなことじゃなくて、うん、本来のやったらあかんんですよ。そうなんだ、気づくの遅い、すみません、申し訳ない。いやで、実際もう遅いんだけど、なんか火ついちゃうとね、うん、止まらなくなるっていう、うん、納得し、ここ納得しちゃうとね、はい、もうダメみたいですわ、ね、時間がかかったけれど。で、そうやっても、あとはもう神戸聖光のご活躍は多分皆さんご存知なんですけど、そうやって怪我もしながら、でさっきちょっと話しかけたんですけど、これだけ足が速い、素晴らしい体を持っている、これがね、もし野生動物だったら、で、ヒョウとかだとしたら、もうそこそこ獲物とってハッピーゴーラッキーな人生だと思うんですよ。だけど、あいにく人間で、ラグビーという、まあ、プロスポーツと言っていいのかな、そのスポーツをメインでするお仕事をされて、うん、怪我だらけになって、引退されたのが31です。まあ、サッカーとかと比べたら、やっぱり若いですよね、その、トップアスリートの寿命ってなんでそんな短いんだっていうのは、やってない人から見ると、だって学者とかで31で引退とかありえないじゃないですか。ありえないですね。体どう
もともとすごいパフォーマンスいい体を持ってた人たちがスポーツをやることでなんでそんなことになっちゃうんだろうっていうのがよくわからないんですけどね。ああそうですね、うん、僕も分かんなかったです。35ぐらいまではなんていうかなトップスピードが、うん、まあどんどん遅くはなりますからね。やっぱり大学卒業したての息のいい速いウィングなんかいっぱいいるんですよ、ね、足の速さ、うん、バネがあって、うん、35ぐらいまではそのなんかいけるかなと思ってたら予想以上に早く行ったり来たんですけど、うん、ね、うん、やっぱりその体の鍛え方かなとは今思っています。まだ断言はねできないし、まだ自分僕個人の経験でしかないんですけども、うん、やっぱりウエイトトレーニングでガン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 筋力つけちゃうと、うん、これねやっぱ筋力つくと重いものも持てるしぶつかり合いも強くなるんですよ、うんうんうん、あと足もやっぱ速くなりますよ。使える筋肉かっていう瞬間的にボンとパフォーマンス上がるんだけど、はい、筋肉って衰えるんですよ。え、そんな年取ってじゃなくて、年や年いっていけばそれこそね、うん、スポーツトップでやってたりとかすると、はい、22の時と28の時また違うし、うん、28が30超えるとまた違うし、うんうん、もっと長い目で見たら80までまあ寿命切るわけじゃないですか、うんうん、全部下降線にたどっていくわけですよ、はい、うん、筋力をすごく頼りにして体を作ってきて、でもいずれどっかでピークでどんどん衰えていくから、はい、体の使い方を変えていかなあかんですよ、うんうん、変えていかなあかん時期にさらにいや衰えてきた筋力が足らないまたウエイトしようと思うと多分それが大きな怪我に見えると思うんですよ。もうそんな負荷は体の方が受け付けない、はいはい、うん、で、まあ、室伏浩二さんとかね、はい、トレーニングを研究してるって工夫されてるんですよね、うん、重いものを上げる古典的なものでもあって、うん、はい、例えばバーベルにちょっと紐で、うん、軽いこう、まあ、5キロ程度のもの、うん、要するにこうちゃんとバランスを持って取らないと持てないような固形物じゃなくて、はい、要するに紐でこう吊るしてるわけは、それをこう要するに揺らさないように持つとか、うん、何かそういうバランス能力と合わせた上でのトレーニングとかもされてるし、うんうん、その時期にね、やっぱり肩ぐらいにやっちゃったと思います。その筋力をその肩あの、ね、まあ、単純に、鍛えるというのはどういうその上と上げるとか。そうですね、バッダンベル持ったりバーベル持ったり、うん、これいわゆるスポーツジムでやってるように、あの筋こういうのが太くなるのっていうのはなんか筋を壊したの、あ、そうそうです。で、うん、効率的にこうするためには、うん、各筋肉をこう部分部分で鍛えるのがいいんですよね。例えば腕とか、はい、足とか、うん、で腕でも例えば上腕二頭筋とか、うん、他を使わなくしてそこだけでなるべく持った方がより壊れるじゃないですか。あー、あーなるほどね、うん、そんな動きしないですよね一応的に。そうですね、ここだけで買い物袋持つとか、重いものを持つ時にね、うん、わざわざこうやって持たないですよ ね、 そうですねやっぱりこう腰下ろしてね、うん、こういうふうに持つじゃないですか、うんうん、それって全身をちゃんと強調させて持つんですよ、うんうん、そうじゃない不自然な使い方でガンガンつけて、あの昔のおしんとかの人ってあの褒め俵2票とかバーって持つけど、ね、ちっちゃい子がないとかあれは全身でやってるから、おしんここムキムキとかじゃないもんね。そうこのために褒め俵持ってたわけじゃないと、はい、生活のために持ってたら体の使い方が全く違う、うん、体の方がちょっと変わってきてはいますけども、うん、先日もちょっと母校の練習行ったら、はい、こんなウォーターバッグって言ってたら中に水が入ってるんですよね、うん、でちょっとこれぐらいの、直径これぐらいです、ね、長さこれぐらいのものを持って歩くっていうようなそういう道具らしいんですけど、要するにこれバランスなんですよね。体に重いものをこう持つんじゃなくて、こう要するにこう状態が触れてたり右左こうなってたら水が中で動くのでうまく走れへんから、それをうまくこう、ガタガタならないように走る、うん、多分バランス感覚も若い時からそういうのに変えていこうっていうちょっと流れが来ていい、ちょっと来てます、もちろん、はい、そのあたりの違いが平尾さんがその、ね、あの社会人1年目に日本代表の選手たちとして足は僕の方が速いのに全然ついていけないと、そのあたりも関係ある、それはやっぱりまた別、いやそれはねちょっと違うと思いますね。やっぱり連携かな、タイミングを、全員がタイミングが
この、うん、タイミングが分かってるから一斉にバンと動き出すんですよね。うーん、全このタイミングっていうのは、うん、それについていけないので、うーん、用意ドンが誰も言ってくれないです。ハーフからパスがポンと出る、うん、スタンドが一歩出る、そのタイミングに合わせて、それがもう全然自分の今まで培ってきたタイミングとは違うんですよ。だからそれは技術、それぞれの判断で技術なんで、はい、ね、なんかあの本当にそうやってこう体をね鍛えすぎて、うん、今より7キロ8キロ、そうですね、85、6キロでやってたので今78キロ、全部筋肉、はい、もう筋肉がすっかり落ちましたから。何もしなかったら落ちるもの、落ちます。あ、じゃあやっぱいらないもの、いや、どうなんすかね、うん、僕はもう無理やりつけてた方なので、あ、うん、はい、うん、細かった、うん、でもそう、あの怪我のね、その今ボルトも入られてますけど、後遺症で脳震盪を起こされて、あ、そうで、あの引退の要するにきっかけは脳震盪の後遺症だったんですけども、うん、物が二重に見えるようになって、うん、で病院もあったけど、まあ、全部異常なし、うん、で過去のその過去にたくさん脳震盪をしたということで、その後遺症じゃないかということになりまして、うん、分からないけど、こう現象として物が二重に見えるのが今も続いて、はい、今もですね、だからずっと二重に見えるわけじゃないんですけども、うん、上見て下見て左見てあちこちこうし目を動かしていくと、はいはいはい、たまにこうずれていくんです。大変ですね。でも全然もう慣れれば、あ、そうなんですね、ラグビーしないですからね、もう、はい、日常生活においては問題ないんですけどね、うん、されてますよね。あのそれこそこう、笑おもつかむじゃないですけれども、うん、あの気候にも行ったんですよ、うん、もういいよっていうふうに、うん、で1回目はなんかこういろいろ触ってね、うん、まあ、ひとまずちょっと1回で判断はできないので、はい、何回か通おうと思って、うん、何されたかちょっと最近なんかこう体をこう何か気の流れをと思って、うん、3回目ぐらいですかね、うん、台の上でこう、うつ伏せになってたら、うん、さん、僕ね、UFO 見えるんだよね、とか言って話しますよ。ちょうどこの向こう側にね、バーッと明るくなってきたから、なんだかなと思ったら、うわ、ここは分かちょっと苦い思い出なんですけど、でも、その方は、やっぱり聞くと思って通われてるんですよ。だそれはそれでね、うん、やっぱり不思議だなと思うんですよね。やっぱりそう聞く人もいる、だから痛みが治まればまあそれでいいわけじゃないですか、うんうんうん、だからまあその、場所、まあ、他にも針とか行ったりしたんだけども、これだけなんていうのかな、僕が、ま、あのびっくりしたのは、うん、はい、原因不明の痛みとか症状で悩んでる人が世の中にこんだけいるんやっていうことにびっくりしたんですよ。ちょっと安心したんです。あ、僕だけちゃうやんって思って、うん、病院だって、それがショックで仕方ないわけです。なんで分からへんのって、うん、4件回りながら4件目の先生とか、あ、3件目か、4件目の先生はきちっとあの正直に言ってくれる、うん、3件目までの先生っていうのはもうごまかしごまかして、うん、分からんって言ってくれたらええのにね、いやと腹立つ、いてこましたのかが入ってきた、うん、いや1回目2回目でしたこう目の検査をもう1回するっていうやつとかね、うん、なんかね、うん、だからもうその時期ってだから現役で続けられないかもしれない、ずっとね言っても本当アスリートでパーッとやってこられた方で先が見えない、まあ、これなんか栄光と挫折とそこからの復活っていう書き方じゃかっこよすぎますって言われたんですけど、本当にもうねそういう UFO 見える人のところまで行っちゃったみたいなののところが、そこから立ち直るなのか別の方に立ち上がるなのか、いや始まったよ多分、僕が始まったんやと思うんですよ、ね、あ、新しく、はい、って思ってるんですよ、なんかね、うん、やっぱり本当に無知を突きつけられたっていうか、知らない、あ、じゃなくて無知、いや知らないこと無知だったついついなんか性癖が違うですよ、うんうん、なんかやっぱりスポーツやっててラグビーやってて代表までなったって言ったら、うん、体のことが分かってるって思ってたんですよね。それは怪我してもケアしてケアの仕方も、うん、アイシングも、うん、僕はちゃんと体のことをケアできるし分かっている体でやってたし、うん、多分みんなそうなんですよ、うんうん、そうでないとやっぱり試合でパフォーマンスできない、はい、けどそれがダメになってしまったでしょ、うんうん、結構しんどかったんですよねやっぱり、うん、
でしばらく原因がわからない間は何もしたらあかんとチームは、はい、まあ脳震盪の後遺症っていうことはやっぱり脳が揺れるようなこともやったらいけないんだろうということで、何もするなって言われた時期があって、これが辛くてね、うん、でそういう時期も経て、うん、で UFO のことをしゃべる人に見てもらうこともあり、うん、もっと言うとカジキ取りも行きましたからね、やっぱり、やっぱり行きましたよ、はい、うん、でそういうことをしするうちにね、うん、体分かってたはずの体が身体っていうものが、うん、どん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 奥行きが出てくるわけですよ、うん、あ、何にも分かってなかったと思ってそこからようやく始まったっていう感じがしてるから、うん、今まあその研究分野に、やってて、うん、はい、面白くて仕方ないっていうか、うん、当てはまるとこもあるし、うん、まあ、辛いこともあるんですよ、なんでこれが分かってなかったかなっていうのもあるんだけども、やっぱそれをまあある意味で言うとちょっとまあなんていうかな、書いたりとか発信したりとかしていってる意味では僕はね良かったって、うん、ようやくまあ引退して10年かな、9年かな、そうです、ね、うん、楽しいです、うん、うん、だから二重に見えるのもわーっと見えてきたりとかする、なんでかなってこう考えたりもするしね、うん、要するに体調悪かったりするとサインが出るっていう意味ではいいんですよ、うん、何も出なくていきなりドーンと大病を患うんじゃなくて、はい、ちょっとなんか体に悪い方が健康になっちゃうかなと思ったりね、体のセンサーが、うん、ね、あの野口生態を始められた野口春近さんが風邪の効用で書いてありますよ ね、はい、すね、あの風邪っていうのはそのサインでリフレッシュするのによくって、うん、風邪ひかなくなってきたっていう人はそこ鈍化になってるからいきなり死ぬよっていう、ね、ね、そういう感じですね、風邪の効用ですね、だから風邪は例えば季節の変わり目に行くじゃないですか、うんうん、あれっていうのは言ったら、まあ、ずっと気温が変わるわけですから、うん、いわゆる冬仕様から夏仕様とか夏仕様から冬仕様に変わる、うん、僕そんなふうに解釈して、うん、だから風邪をひいて体のシステム全部変えると、うん、だからちゃんと休んだ方がいいと思うんですよ、うん、症状を抑えるために風邪薬飲むんじゃなくて、うん、やっぱり寝て熱出して言ったら悪いもん全部出して、うん、下すんやったらなんかあの腸の中に全部出して、うん、多分そういうことですよね、野口さんの本読んでると、うん、やっぱ体の自然のそういう流れになんか任せろというか、うん、体の力を信じろとか、そういうことですね。今気づいたんですけどね、平尾さんね、できないこととかのこと言うときものすごい楽しそうなんですよ。あの、そうなんや。この間もね、大学の近くのこういう、なんだろう、生垣じゃなくてこういうちょっと高くなっているところに木が植わっているところにここ飛び乗れるかな、ずっと両足揃えて階段ですね、はい、そうジャンプしていて降りるとき足くじいてね、えらいこと、何そうやってんだって話になったけど、でもできるんやろか、なんでできへんのやろ、なんでできへんのやろってすごい楽しそうに言うんですね。これが多分もう一回スタートして運考える、だから目がそのね、あれが二重に見えるとか、もう笑い事、ここもね、指もだから曲がり方とかが血が、うん、こう人体ないんですけど、これね、人体がないのか、うん、あの、はい、突き指して脱臼したので、突き指じゃない、指ついて脱臼したので、はい、それをまあ、うん、人体ないんですけど、これ結構ね、うん、指曲がってる人はラグビー選手も多いです。ああ、そうなんだ。もともとピアノされてたから、ひょっとしたら1億多分5ぐらい、どこからね、ファーまで届く、どこからファーまで届く、こっちは多分ミーぐらい、あ、ミーぐらい、人体ないからね、っていう風に笑うでしょ。なんかできないことを面白がって、どんなのにはどんなのに、これでもやっていけるねっていうのが、ひょっとしたらその復活するときに前と同じ成功モデルでね、行くんじゃなくって、あ、新しい価値観とか新しい、楽しんだらええやないかって今ある状況を全部受け入れてっていうのかなと思って。そうね、まあ、そうなったのかな、わかんないですけど。そっか、ラガーマンだからナイスガイだったんじゃなくて、挫折して悩んで、そこからニコって立ち上がってきたラガーマンだからナイスガイなのかもしれないなって今思います。ああ、そうですかね。やっぱり意外に自分のこと分かんないですからね。あと、あの、せっかくもうスーパートップアスリートの方なので伺いたいんですけれども、振り返って一番、スーパーではないんですよ。スーパーではない。代表ではレギュラーになれなかったので、やっぱりそこそこトップアスリートの方なので伺いたい。いや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 、そんなね、ニュージーランドの選手とかって考えづらいんですけれども、あの、一番現役時代にプレーしていて、こう、私たちには分かんないと思うんですよ、その体感とか気持ちよさとか、うん、平尾さんだったらひょっとしたら何か伝えてくださるかなと思って、あれなんですけど、こう思い返す一番すごかったあのプレーとか、こう気持ちよかったとかって、どういうの？いくつかあるんですけどね、うん、アンドリュー・ミラーからもらったパスです。
さっぱりわかんないですね。神戸製鋼の時です。はい。2002年かな、うん。日本選手権の決勝、国立でやった試合で、アンドリュー・ミラーというね、とんでもないニュージーランド人がいたんですよ。うん、めちゃくちゃうまい。同じチームに。同じチームにいたんですよ。はい、で、うん、彼から前半10分ぐらいの時にもらったパスっていうのは、もうあのシーンは多分一生忘れない。多分こう病床に伏せて最後死ぬ間際にああって浮かぶシーンかなと思うぐらい、もう絶対忘れないですよ。絶対忘れないのは、あのね、アンドリュー・ミラーの次に僕が行ってパスもフォロー行ってたんですよね。フォロー行ってたの。で、もうこの間合いじゃ絶対来ないと、ディフェンスもパチッとついてるし、で僕は判断した。でスピードを緩めかけたんですよ。でアンドリュー・ミラーもちょっとこう離れてスピード上げたんで、あこれパスする気ないし。っていうことで緩めた瞬間にパス来たんですよ、うん、で最初は、なんで今パスやねアンディとかって思ったんですけど、パスがだんだん自分に近づくにつれて、あここにスペースあるわってスペースできたんですよ。ほんで、あここ走ったらええやんと思って走って、もう多分生涯1位のステップ消えたんですよ、ステップっていうのは、ステップっていうのは相手をかわせたんです。右行くと見せかけて左に行って、左に行くと見せかけて右行って、スピードを行くと見せかけて緩めてまたスピード上げてみたいな。わかりました。あのだから鬼ごっこですよ。鬼ごっこしてたんだ。違う、だからスペースないっていうのは、そのアンドリュー・ミラーが投げたその瞬間には受け取れるわけがないような状況だったん、あというかその、僕が見えてなかったんですけど、多分そのアンディには見えてたんですよ。ここでパスをすればディフェンス、例えば僕が見えてなかったディフェンスがすっと外に動くとか、その全部の動きを考えたらできるっていうことでしょ。その瞬間にそれがにあるわけではないんですよね。その時にはないものですよ。そう、ね、まあ、僕の未熟さで見えてなかったのかもしれない。ただでもそうじゃなくて、あの前でしかなかったんですよ。あんだけパチッとディフェンスが揃ってるシーンで、あれを突破するためにはあのタイミングのパスしかなかったんですよ。っていうタイミングで来たんですよ。っていうことがパス来てから分かるんですよ。へえ。分かってたら初めから行けるわけ。わーっと開くんですよ。で、あここ抜けたらええやん。何も知らんけど体勝手に動くし。それっていうのは多分自分がこうしてやろうっていう意図とか全くないから、自分諦めかけてるので。だからある意味ここで行けるやないかって外からの声に従ったみたいな感じですよ。でふーっとこう釣られていって、来たら取らなあかんからね、修正的にやっぱり、はいはいはい、来たらそって要するに状況に多分半テンポ遅れで入ったんですよね。ほんならふわーっとディフェンスの間見えるし、最後これトライしとけばよかったんですけど、最後の最後で足引っ掛けられてこけて動き上がってパスして、園田さんっていうキューブじゃパスしてトライしたんですよ。結果的にトライしたんですけど、トライしとけばもっと死ぬ時に思い出して、もういまいち怖い。そうそう、キューブじゃあれはシーンは忘れない。私なんかイメージで自分がトライしたとかそういうことだと思ってたら違うんですよ、パスっていうか、多分一言で意思疎通がそこで測れたっていうことが一歩のパスですよ。で会話してるんですよ、僕多分アンディと。で時間差があるんですよね。その時にオッケーオッケーみたいなあれじゃなくって、気づかなかったプレゼントにこう途中で、あこれすげえプレゼントが来てた。ミラーさんのあれを聞いて、ライトタイムライトプレイスだと思ったんですけど、正しい時に正しい場所、まあ、正しいことをやっているってなると、もうスローモーションに周りがなっちゃう。その時間ってもうそんな感じなの。そうだと思うんですけどね。あだからすごい抜けちゃう。もうみんなが止まってるし、しかもしかるべきだから。そうですね、自分で判断してこうしたろうとかが全くないんですね。こう すべき方に導かれてる、でもそれってまあある意味こう偶発的に生まれるものでもあるし、だって意図したらあかんっていうことは。そうですよね。誰のやっぱそういうちょっとした意図っていうのは、ディフェンスとか試合やってるとラグビーやったことある人は分かると思うんですけど、相手のこうしてやろうっていうのは結構伝わるので、例えばこっちステップで左に抜いてやろうと思ったら、あるレベルに達すると、その抜いてやろうっていうちょっとした心の動きとか出るんですよ多分。
フッと目が動いたりとか、うまいディフェンスを絶対それをあの、なんていうかな、させられてしまうので抜けないです。もう一個大きいとこに何か委ねて動いているような、うん、そうかな、もう簡単にバーッてしててもダメなんですよね、うん、なんか感じるのかな。一生懸命作っていけばそういうこうフローとかゾーンに入っていく時があるような感じが、まあでもすごいな、想像つかない、あ、うん、でも時間ってね、うん、その別にそんな極限この試合とかの場面じゃなくても、はい、うん、伸び縮みするじゃないですか、うんうん、会議長いじゃないですか、うん、でもね、めちゃくちゃその楽しくて、うん、好きな本読んでる時なんか、はい、パッと見ると3時間経ってる、うん、そういうレベルの話ですよ、うんうん、でもどうしてもそれを振り返った時に、うん、僕らはその時計っていうものがあるし、はい、うん、パッと見てこれが大体何時間ぐらいやって、うん、なんか客観的に把握して、うん、できてるように感じるけれども、うん、でも大体そうですね、うん、時間っていうのは、ね、主観的に感じる時間っていうのは、うん、伸び縮みします、全然違うので、多分なんか嫌な体育やってる時にあの時間が遅いっていうのと別で、多分周りがスローモーションに見える時っていろんな感度がガーッと上がってて、うん、多分短時間にすっごい体も頭もバーッと反応できるから、その時間の刻み方がものすごく細かくなってたりする、うん、多分まあまあそこはね解説しなくていいと思うんですよ。感じる人によって多分変わってくると思うので、たまたま僕はそういう経験をして、こんな感じ方をしました、別にそれが正しいとかそういうわけではなくて、多分他のラグビー選手に聞くとそれやったらっていう形で、なんか僕は違う、私は違うみたいなことがね出てくると思うんですよね。なんかそういうことを集めた方が楽しくないですか、うん、で一個ずつそれぞれ、そう、でそれをじゃあどういうふうにこう比べて時間が割れてるからだとかっていう説明するよりも、なんかそれぞれが掴んでる時間の流れがこんなんだみたいなことを集めた方が面白いし、それやったら分かるっていうような、なんていうかな、説明っていうか言葉がふくよかになっていく方がいいような気がして、そこあんまメス入れるとね、僕も分かんなくなってきます。なんでかなと思って。でもなんかそういう感覚があるっていうのを本当に初めて聞いたので、あ、テレビでやってもそういうことなんか本当にそうなんだって思いながら、うんうん、そうですね、あと、2つ伺いたかったんですけども、1つ先に伺っちゃおう、ですね、うん、あのこのちょっと本の PR、 あの PR というか、あのこの間一番、はい、2冊目ですね、これ平尾さんだったり、そうです、はい、短調が初めて、短調が初めて、はい、でその後、文庫もになったのもあるので、そういう意味では3回本出されているんですけども、この近くて遠いこの体で用意されている方は、はい、はい、というのが本当にあの面白い本で私大好きなんですけども、このね、序章一番最初のがですねあの体育嫌いだった人たちから始まるんですよ。トップアそこそこトップアスリートがね、書く本で、この体育、そこそこありがとうございます。体育そう、はっきり言われたな。あ、そうです、ね、そうです、そうです。手こまされて。いやいや、しません。はい、そのいや、体育嫌いだった人たちから始まるんだって。だって、ね、走ったらパーッと火がつくのが遅かったぐらいスポーツできる人だからって思ったんですけど、やっぱそこに問題意識、さっきの体鍛えるのが間違ってるってところも、パーッとそこにね、スタート地点としてあるんだなぁ、うん、体育をね、まあ、冷静に振り返った時に体育その好きじゃなかったんです。できるのに、うん、あの独特の厳しい雰囲気で、はい、あのビシッとこうね、うん、並んどかなきゃいけないし、うんうん、こういう先生やったらもうその子なんかこう体育座りでこう耐えてなのかあるし、うん、かつ誰か標的になったりするじゃないですか、はい、そのできない子が、うん、なんか怒られてるのを見るのも嫌やし、うん、できるから僕は言われなかっただけなんですよ、うんうん、って思った時にね、よく体育できたからよかったって、まあ無自覚にそれまで言ってましたけども、うん、冷静に振り返ったら俺体育って好きちゃうかったやんなって思うんですよ、うんうん、自由に自分で体使ってる方が面白いし、伸び伸びで使ってる方が何ていうのかな、うん、そのいろんな発見もできるしね、はい、だから嫌いな小学生多いけど、みんな休み時間走り回ってますもんね。そうでしょう、うん、
だからね、まずそこを明らかにしときたいなと思ったんです、うん、ここにね、ある分かるとできるっていうのは違うと、そこごっちゃにするから指導のところもしんどくなっちゃう、分かってるのになんでできないんだっていうけど、これは分かるとできる違うんだから当たり前やないかっていうのも言って、これ本当にちょっとぜひよろしかったらご一読ください、立ち読みで大丈夫まあいいです、読んでいただければ僕は、はい、うん、そうですね、だから、まあ、なんでね、そういうふうに考えたかっていうと、やっぱ体を使うっていうことも絶対楽しいと思ってるんですよ僕、うん、これはいや違うっていう方もおられたんですけど、あ、そう、そういうわけじゃないっていう人、もう体を使うっていうのは別に体育的に体を使うことじゃなくて、うん、例えば物を書いたりとかするのも体を使うことだし、楽器弾くのも体を使うことじゃないですか、やっぱ動物でしょ人間、うん、動くものだもんね、そうなんですよ、うん、でもじゃあなんでもう体育嫌いな人とかもう固くなりそのなんていうのか 動きたくないっていう人がいるっていうのはなんでかって考えるときに、多分その出会いが体育やったんちゃうかなと思うんですよね、何かこう強いられてやるとか、うんうん、その一つ の例えば 50m 走とか垂直跳びとか、うん、なんかそういう風なもので優劣つけられてしまうとか、うん、まあ、これはちょっと体育というよりも学校教育 も、はい、の話にも広がっていくかもしれないんだけども、うん、まあ、でもそういうことですよね、うんうん、からね、絶対的に体を楽し使うことが楽しいっていう、なんかこれは、うんうん、あるので、うんね、ちょっとそこをなんとかしたいなと思ったんです。で、うん、多分ね、これ書くにあたって、はい、そういうふうに思ったきっかけは、うん、今、勤めている大学で、うん、女子大学なんですけども、うん、高校まで一生懸命そのスポーツ、バスケならバスケ、うん、ソフトならソフト、うん、バレーもそうですけどやってきて、うん、大学入ってくるわけですよ、はい、もう絶対やりたくないっていう子が結構いるんですよ、うん、もう嫌だって、うん、で入って就任した当初ブラクロス部の監督をして、ね、うん、余ってるからやれと言われて、はい、やりますとやって、うん、ラクロスっていうスポーツは高校までほぼないんですよ、ゼロじゃないけど、ないんですよ、あ、そうですね、ということはラクロス部に入ってくる子たちを見てたら、うん、もういいですっていう、要するにここまでやってたスポーツはもういいです、うーん、新しでも体動かしたいから何かやったっていう子がラクロス入ってくるんですよ。でかつなんで入りやすいかって、うん、みんな横一線やからですよ、高校までやったことない、みんな初心者、あのクロスの使い方を一から先輩に教えてもらってやるっていう、うん、そういう彼女ら見てるからなんですよね、うん、なんでそこまでできて結構うまいやんって思うけれども、うん、もうバスケはやりたくない、バレーやりたくない、なんでなんて思ったのが、うん、まあ来てると思います。で、体育、まあ、部活のあり方も確かにあんな、僕はそこまで怒られたことなかったので、うん、まあ厳しい先生でしたけどね、うん、殴られたりとかそういうことなかったので、まあ、そこは明らかにしないといけないと。で、やっぱりなんで分かってんのにできへんねんっていう怒り方ってこれちょっと違和感あったのでね、うんうん、まあ、それはまあスポーツ運動学の方では結構はっきりと明確にその分かれてるんですよ、その説明を理解する、例えば先生の言うことを理解する、動き方を理解する、分かるっていう位相があると、うんうんうん、でもそれを実際に分かったところで、例えば跳び箱を跳ぶときに跳び箱の手の位置は向こうあの手前じゃなくて奥やっていうのは誰でも分かるわけで、誰でもっていうか、うんうん、きちんと説明すれば足は開くっていうのも分かるし、ちゃんとロイター板も両足踏み切るっていうことも分かるんですよ、うんうん、でもできることできないこと言うんですよね、うん、当たり前ですけど、私も4段までしか飛べない、そうでしょ、うん、ちょっとさ、分かる、そうでしょっていうかね、できそういう意味じゃなくて本当にできないです、運動、うん、分かるからできるに行く、ここが一番の、うん、悩むところでもあるし、分かってんのになんできへんねんって、ほんま全員に当てはまるやって思って、うん、すごい暴力的な言葉やなと思ったので、うん、そこをはっきり分けたかったですよね、もっとスポーツ運動学ではそこをもう丁寧に指導するっていうことを言われてるんですけども、うん、要は分かるとできるは違うっていうことを分かって自分で理解しておくだけでもね、うん、なんていうかな、体を使うことがしんどくなくなるっていうか、うん、飲み込みの早い人は分かるからできるが早いんですよ、ああそうですよね、でもそれは性格だったりもするわけですよ、うんうん、僕は、まあ、あんまごちゃごちゃ言わんといてほしいから、とにかく失敗してて僕はやらしてタイプです、うん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 、けど逆も言うんです、そうです、ね、ちゃんと分かりたい、1から10までちゃんと言葉で理解しないと動けないって子もいるわけですよ、うん、
うちの娘がそれで今ねクラスで一番足が遅いのわははははって、そういう頭でっかちの子なんだからね、うん、そういう子ばっかりとできるをちょっと違うと、うん、そこからまあ行くまでには人それぞれ、うん、やり方があるっていうことはちゃんとこう言っていかないと、うん、実はそういうところでその中学生にしろ高校生にしろ、うん、小学生にしろ苦しめんちゃうかな。本当は体を使うのは楽しいのに、うん、そうやって運動嫌になっちゃう、スポーツ嫌になっちゃう、例えば、うん、間違ったトレーニングで体を痛めちゃうアスリートがっていうものを何とかしていこうというのを今教育とかその言論の分野でされている。そうですね、あの最後にごめんなさい時間があれなので、えもうそんな時間ですか、はい、あの神戸でねおすすめの場所を皆さんに伺ってるんですけれども、ラグビーということで、うんですかね、あのですね、今度ワールドカップも日本であるんですよね。あ、そうです。2019年に、ね、ラグビーのワールドカップがあります。2020年の東京オリンピックの1年前、うん、すごいことなんですか、ワールドカップが日本であるって、アジアで開催、うん、初めてなんですよ。それまではどこで、うん、それまではね、ニュージーランドであったり、まあ、本場のイングランドとかのあたりであったりしてたんですけど、うんうん、初めて、その強い国が交代交代みたいな、はい、そうですね、でやってて、まあ、ちょっと東京の方の球技場が本当に立つかどうかわからない問題もありますけれども、ヴィ、はい、ッセルのホームグラウンドになってますので、はい、うん、まあ、そこでまあ神戸では行われることになっております。がおすすめだったりします。あ、そうです、いや、神戸でおすすめなのは、僕やっぱり、まあ、ずっとラグビーもやってて、はい、エビアスタジアムっていうかですね、あそこ立った時はウイングスタジアムなんですよね、名前がウイングスタジアムやったんです。で、今ネーミングライツって言って、その球場の名前を、はい、もう言ったら、うん、商売になってるじゃないですか、はい、あれが、はいはい、でウイングスタジアムからホームズスタジアムになって、去年からノエビアスタジアム、スタジアムになった。そうなんですね、まあ、ウイングスタジアムがやっぱり神戸でおすすめなのは、そこはやっぱフットボール専用の球技場なので、グラウンドと観客席の距離が近いです。あれでトラックとかがない、陸上のトラックがないので、で、まあもちろん屋根もあってですね、はい、冬場とかやったらまあ閉まってますし、うん、花園とかに比べると直接風が当たることはない。まあかといってそんなにあったかいわけではないんですけどね、風が当たらない分だけまだマシですし、ぜひと思うんで、あそこはあのちょうど1階の レストランがね、はい、グラウンドレベルよりちょっと低いかな、だからちょうど片方側のゴールの裏側でにレストランがガラス張りでバンとあるので、そこから試合見れたりとかするんです。ぜひとも、そのやっぱり生で見るのが面白いんですよね。そうです、ラグビーは人と人とがバーンとぶつかって、初めはうわーって学生たち連れてったら、初めは目背けるんですけど、そのうち行けー言ってますからね、でぶつかると本当にね、生身と生身の人間がぶつかったような音じゃなくて、なんか金属音みたいな的な音もしたりとかね、ドーンとドゴンと言ったりとか、それを楽しむだけでも面白いです。聞こえるの？聞こえます、普通に聞こえてきます。ボルトとボルトがぶつかって金属音、いやそうですね、こんなね、こうポチャッとしてるのにすっごい音がするし、かつさっきのラインアウトですね、サッカーのスローインの代わりにあるようなものっていうのは、あれは、なるべく高いところで取った方がいいということで、持ち上げたりするんですよ。あ、へえ。2個しかつくみたいに2人でこうジャンプする前と後ろで、だいたい持ち上げる人は180以上、僕より背が大きい人がかがんで2メートル近い人を持ち上げるんですよ。へー。だから観客席の一番前にいる人だったら目合うぐらいパサッと上がってくるから、そういうアクロバティックな場面を見るだけでも面白いし、うんうん、ぜひともね、行ってもらいたいと思います。今の時期はもうやっていない、はい、シーズンはだいたい9月から、9月から、で今年はちょっとワールドカップがあるので変則的な日程にはなってますけども、だいたい9月から2月ぐらいまでがラグビーのシーズンです、うんうん、はい。そういえばこの間、あの平尾さんが案内されて神戸大人旅でした。あ、そうですね、されてましたけど、秋はまだご予定はないですか？今年も一応言われてたりもしますけど、はい、まだ正式にはオファーがないので、わかりました。ほっとしたらそういう平尾さんが案内するんですか？ちょっと神戸市のそういうのでですね、はい、去年の15人の方と一緒に、インカムつけてですよね、これルール解説しながら、そう見て、で、三宮のあの
今日も店主来られてますけども、あのサードローっていう、はい、あのバーに行ってですね、うん、まあアフターマッチファンクションですよね、終わってから試合見た後の、まあ、話をするというような企画がありまして、もし、ね、はい、よろしく、大人旅神戸という、はい、おそらく今年もあると思います、ほぼ、ナイナイってぐらいで、はい、という感じで、なんか私も本当に今日一番の収穫はラグビーは15人だと分かったというか、最初のそれ多分今まで5回ぐらい言ってます、ね、5回予約成就ということで明日は忘れてるかもしれないですけどというわけで、はい、平尾剛さんでした。どうもありがとうございました。